はい、今回響けユーフォニアムのお話をしていこうかなと思います。今回フォーカスしたいのは佐々木あずさですね。こちらアニメの方第4話の方で円陣を組む姿描かれましたけれども、もちろん北宇治高校のキャラクターではないので主要キャラではないんですが、実はこれスピンオフ作品の方ですね。武田彩乃先生の小説の方で響けユーフォニアムは立花高校マーチングバンドへようこそというねエピソードがあるんですが、そこでもう主人公としてじっくり語られるキャラクターとなっていて、まあ、原作を知っている人からするともうあのシーンだけでも熱くなれるというか、また大前久美子とか北宇治とは違うこう色のね強豪校としての描き方があるスピンオフシリーズなんですが、今回この佐々木あずさについてピックアップしていこうかなと思います。なのでこのスピンオフ作品のネタバレを含むのでご注意ください。そんなね佐々木あずさなんですけれども、まあの円陣にはこう相当なるこう経験だったりとか天才ゆえんのまあ苦悩と努力、まあいろんな人間関係とかすごいね深い部分があるんですが、今回その部分をまあかいつまんでピックアップしていこうかなと思います。ぜひとも佐々木あずさというキャラクターだけ知っているという方に何か少しでもプラスになればなと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか佐々木あずさについてのここが見どころとかここはね知ってほしいというのがあればコメントで教えていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考日励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。もちろん今回ねこれ佐々木あずさについて語るとスピンオフ作品もかなり濃厚なものとなっているので、あくまで一部分的にかいつまんでいきます。なので補足コメントいただけると嬉しいです。ではまず経歴から紹介していこうと思うんですけれども、担当楽器の方はトロンボーンとなっています。初登場時は立花高校1年生となっていて、まあ、大前久美子と同級生なんですよね。もちろんそうなると塚本秀一、高坂玲奈ともに同じ吹奏楽部で活動を励んでいた人物ですね。まあ、北宇治高校に進学した久美子がいて、で5月に行われたサンライズフェスティバルの会場で再会を果たしているんですが、その時に久美子から、まあ、新しいスタートを切るため北宇治高校を選んだという思いを告げられているんですが、実はこう佐々木あずさっていうのも自分が中学時代に残してきた、まあ、トラウマの、ね、出来事があったんですが、その思いを踏まえて前に進むという意味で立花高校で、まあ、吹奏楽をしているという形となっています。なので今回ね、まあ、描かれましたけれども大前久美子は北宇治高校の部長として描かれて、強豪立花高校の部長で佐々木あずさと描かれています。この二人っていうのはまあ対比的というかまたちょっと違ったね視点で見れるところがまたいいところで、その辺も最後の方紹介していこうかなと思います。でもう少し佐々木あずさ触れていこうと思うんですけれども、まあ容姿に関してはポニーテール姿が結構目立つと思いますし、で前髪も短めなんですけれども、実はこれ演奏に邪魔にならないように短く切り揃えているとこのスピンオフ作品ので語られています。まあそういうところまでしっかりこう吹奏楽というか演奏に関しての意識が向いているのがもうすでにここでわかりますよね。で加えてなんですけれども、まあ小さい頃からかけっこが得意だったということで、まあ現在におけるこうマーチングの演技においても日頃から積極的な自主トレーニングを行っていることが明かされています。それで鍛えるということでこうフィジカル面に関しても非常に高いポテンシャルを持っているのがこの佐々木あずさです。まあ演じの時にね気になられる方も多かったと思うんですけれども、まあ、黒い眉と同等のものを持っているということも言われています。実はその佐々木あずさっていうのは、まあ、黒い眉と一緒でこのね部分というのがコンプレックスを抱いていて、大前久美子に対して、まあ、久美子はいいよなと羨んでる姿も実はスピンオフの方で語られています。まあもう見た目だけでもめちゃくちゃ可愛いんですけれども、それだけではなくて、もっとこの性格だったりとか、もしくは天才的な部分というのが非常に注目ポイントなんですけれども、まあ性格的な部分を紹介していこうと思うんですけれども、まあ、明るくこう社交的な性格の持ち主で、まあ面倒見の良さだったりとか、物おじしないポジティブ精神を持っています。小さい頃からたくさんの友達と付き合ってきているということから語られております。ただこのね、佐々木あずさっていうのは、ただこうみんなと仲良くなりたいというわけではなくて、まあ、クラスとか部活動といった限定されたコミュニティにおいて自身の立ち位置をより良くするために、あるいは不利な立場に立たないようにするための手段として、周りのね、友達だったりとか、そういう部員だったりとかと良好な関係を築いているというね、ことが分かっています。この辺については自分からも言っていることで、学校生活では友人の数がステータスだったりとか、過剰な称賛は確実に適用を生み出すとか、強すぎる自負心は時に対人関係を悪化させるというね、まあ、つまりどういうことかというと、まあ、八方美人的な立ち位置でこれまでずっと過ごしてきていた人物です。まあ、だからこそ自分からこうへりくだったりとか波風を立てない中でも自分をうまく上に立たせるような行動をしてきたのがこう佐々木あずさという存在です。よくあるタイプの性格部分なんですけれども、パッと見た目だけではわからないんですが、実はこのスピンオフの方でそういうところが語られていて、佐々木あずさの性格というところを知っておくとよりこの立花高校においても進んだことだったりとか大前久美子との比較というのもわかるかなと思います。で先ほど冒頭に触れた、まあ、その新しくね
大前久美子と同じく自分も同じくスタートを切りたいと言っていたのがその友人との関係なんですよね。まあその友人というのが北宇治高校の1年生当時同級生だった、まあ、帰宅部の1年がいるんですが、こっちが柊瀬セリナちゃんですね。まあこの八方美人ぶりっていうのをこのね柊瀬さんがもう見抜いていて、佐々木さん病気やよと言っていたこともあるんですが、鈴木にこの佐々木あずさのことについて見抜いているんですよね。まあ、このあたりもっと具体的に語っていくと長い道のりがあるんですけれども、2人の関係というのはどんどんこのまま進んでいって、お互いに気にをかける関係ではあったんですけれども、高校に入学してもそのねあずさの姿を見て、まあ、全然変わっていなかったりとか、まあ、こう侮辱する発言があったりとか、その後も高校に進学した時に同じような立ち位置になった時に、その自分の佐々木あずさとしての、まあ、性格という部分で結構ねややこしいことになってくるんですけれども、でその中でその佐々木あずさっていうのはいろんな関係もしくはパートリーダーの先輩からね話を聞いてもらったりとか、八方美人であり周りからこう波風を立てないように自分がいいところへつけるというこのスタイル自体が、実はそのことっていうのは自分が好きだからその立場にいたかったりとか、大事な友達やってね言えばよかったとかね、そういう風に助言されたことによって自分を見つめ直すきっかけとなるんですよね。セリナとこのあずさなんですけれども、最終的には高校卒業後もね接点を持つこととなるんですけれども、複雑な関係の中でお互いの存在が必要としていたことを明かして、不器用ながらもこう付き合っていく姿が描かれています。すごいぼんやりとした回数ではなるんですけれども、ぜひとも読んでいただきたいんですが、この二人の関係性っていうのがいろんなね他のキャラクターたちを通して佐々木あずさという存在が今のままでいいよという形をね提示してくれた人物かなと思います。その他も同級生たちが登場してくるんですけれども、その他もねいろんな同級生たち人と関わりながらも佐々木あずさっていう人物がブレずに進んでいく道を歩んでいくのがこのスピンオフでの内容となっています。では続いて演奏の方についてフォーカスしていこうかなと思います。こちら佐々木あずさなんですけれども、小学校4年生の時からトロンボーンを演奏しています。小中高と合わせて7年間の演奏技術を持つ、まあ、楽器経験者となっていて、この立花高校へ推薦したのは推薦入試だったんですけれども、推薦入試で入学した時にすでにパートリーダーの瀬崎未来の次にうまいと一目置かれるようになります。なのでもう入学時点でかなりのねトップレベルの実力を持っていたということがわかります。この佐々木あずさただただこう天才的ではなくて、実はそういう意思的な部分でこの天才にのし上がっていくことがわかります。この実力を支えているっていうのが佐々木あずさのセリフであるんですが、まあ、できない自分が許せなかったりとか、やれと言われたことは完璧にやりたいという完璧主義者であり上昇志向であるこの性格があるからです。加えてなんですけれども、一つのことを決めたら他のものは全部目に入らなくなったりとか、何よりも努力することが好きということを述べております。だからこそ、まあ、同じパートの先輩もしくは同級生にこうえげつないだったりとか、努力の天才鬼とも言われるほどなんですよね。なのでもともと才能があったりとかする部分はあると思うんですけれども、もう中学時代からそうですが、自分の能力とこのスタンスストイックさってところが強く現れているからこそこれだけの演奏力を持っていることがわかるかなと思います。で加えてこの状態で立花高校に入って周りとんでもない練習環境の中でスパルタで進んでいくんですよね。もちろん北宇治の周一と久美子からはレイナと並び立つほどと言われています。実はこの佐々木あずさっていうのはただただこう上手いというだけではなくて、このスタンスだったり性格だったりとか吹奏楽演奏に対してのこの向き合い方っていうのが他のキャラクターたちよりもズバ抜けてもうぶっちぎっているところからも高く評価されている部分かなと思います。では最後部長としての比較なんですけれども、これっていうのは、まあ、大前久美子部長っていうのは、まあ、変わっていった久美子なんですけれども、先ほど触れた通りこの佐々木あずさっていうのは自らに向き合って突き通したあずさというイメージがあるかなと思います。まあ、大前久美子っていうのは、まあ、気弱だったりお人よしな性格でこう舐められやすくよく騒動を巻き込まれると言われるんですけれども、まあ、物事を一歩引いたところから見る冷めた性格の持ち主で、思ったことはすぐに口に出てしまう失言王でしたよね。その後吹奏楽コンクール京都大会の方で練習していく中、自分の実力を痛感して生まれて初めて新着になるほどの悔しさを味わうことになって、そのきっかけで負けたくないということで奏者としても上を目指していくということになりました。そして部長になって、まあ、黒江真由との関係も踏まえて自らの居場所だったりとか拠り所、まあ、努力は誰のためなのかというところに対する答えを探し求めるようになります。一方この佐々木あずさっていうのは自分のこうストイックさってところは最初から変わらなかった部分で、かつこう強豪校に入ったことにより自分を周りから評価されることだけではなくて、自らを見つめ直して自分の立場だったりとか同じ過去を断ち切ろうとする存在の中で成長していくというか、貫き通したというのが正しい解釈かなと思います。本当この天才というところなんですが、完璧主義者として自分が最強である必要があるということを無意識にね意識しながらも練習だったりとか自分をこう叩き上げていくというところが佐々木あずさの特徴だったのかなと思います。まさにこう強豪校らしいね部長として成り上がるというところで、環境がうまく作用していたのではないかなと思います。だからこそこう吹奏楽においてもそうなんですけれども、入る高校によって全然変わってきている、まあ、水分によっても変わってくるんだなというところがよくわかるのがこの佐々木あずさかなと思います。
なので意外とこう佐々木梓ってただただこう上手くて、もともと上手かったよとか小さい頃からやってきたからと思いがちなんですけれども、環境だったりとか自分のブレない姿勢を持ち続けていたからこそ、かつ過去を踏まえて自分を見つめ直した結果、強豪校の立花高校として部長に就任して奏者として上り詰めているんではないかなと思います。そう考えていくと、それぞれのキャラクターの個性だったりとか、この佐々木梓っていうのはこういう人物だということを知った上で、あのエンジンを見るとね、また燃え方が違うかなと思います。はい、今回こちら佐々木梓について簡単に解説してきました。本当ね、もっと深い部分語ろうと思うと1時間以上になってしまうので、もっとねこう人間的な部分だったりとか、佐々木梓がブレずに進んできたところだったりとか、まあそういうところもね、ユーフォニアムの世界観において見どころだと思うので、ぜひともねスピンオフ作品読んでほしいかなと思います。皆さんの佐々木梓さんに関するこういうキャラクターだとか、まあこういう部分はね補足してほしいなという部分があればね、コメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。